どうもアフリカ TV です。ということでね、今日はね、キリスト教の教えについてお話ししたいと思うんですけど、ね、私全然キリスト教徒じゃないんですけど、まあ、この前ね、たまたま友人とちょっと宗教の話になって、そういえばキリスト教ってどういう教えなんだろうね、みたいな話になったんですよね。なので今日はね、めちゃくちゃ簡単にキリスト教の概要をまとめてみます。で、これね、私は最近ハマってる地図ですっと頭に入るシリーズっていうのがあるんですけど、これの世界の三大宗教編っていうのをね、参考文献します。そもそも、キリスト教とはっていうとこから始めたいと思うんですけど、めちゃくちゃね、簡単に言うと、イエス・キリストがですね、例え話とかを使って、こういう人は神の国に行けますよっていうものを分かりやすく語ったものらしいんですね。で、これがベースにあるということなんですよ。なので、まあ、キリスト教の教え全般に共通しているのは、神の国ってどんなところで、どこにあんのとか、どうすれば入れんのとか、誰が入れんのとかね、そういうものを表したものっていうことに言うことができるらしいんですね。で、それらをこう説明するために、まあ、何々の福音書とかね、使徒言行録とかね、信徒を励ます使徒の手紙とかね、あとヨハネの黙示録とか、まあ、そういうまあいろんな文献によってこれらがこう伝えられてるとっていうのがこうキリスト教の概要になります。じゃあまずね、神の国ってどこにあんのっていうところから始めたいと思うんですけど、これね、ルカによる福音書っていうね、文書の第17章に書いてあるんですけど、目に見えるものではないし、ここにある、あそこにあると表せるものではないってことなんですね。あなた方の間にあるものなんですよっていうふうに言われてるんですよ。はい。つまり、まあ、こう、国土とかね、民族とか、そういうものに関係なく、神へのこう信仰心によって、あなたの心の中に現れるものなんですよっていうことなんですね。はい、いいですか？なんかだんだんこう、スピリチュアルな話になってきてるような気がするんですけど、まあね、要約すると、まあ、本当に信じる人の心の中に現れるものなんですよってことですよね。はい。で、これがベースにあるんですよ。まあ、要は、神の国ってどこにあるの？皆さんの心の中にありますと。なので、じゃあ、ここに行くためには、まあ、要は、心の中に神の国を持つためにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、まあ、じゃあ、誰が入れるのかってことですよ、神の国には。で、これはね、マルコによる福音書っていうのはまた別の福音書に書いてあるんですね。で、これ第10章に書いてるんですけど、子供のように神の国を受け入れる人が神の国に入れるってことなんですけど、まあ、要は、またこれもね、同じこと言ってるんですよ。つまり、信じる人であれば、誰でも入れるんですよね。じゃあこれね、こう今共通してる二つ何かっていうと、もう信じる人なら誰でもいいんですよ。信じる人の心の中に神の国が現れて、信じる人なら誰でも入れるんですね。ここまで読んでね、私ね、あ、なるほど。信じれば、じゃあ誰でも神の国に入る権利が得られるんだなっていうふうに解釈したんですね。じゃあどうやって入れるのかっていうところですよね。はい、じゃあ私信じましたと。はい、信じたら、じゃあ私の心の中に、まあ、神の国っていう概念がね、こう生まれてくるわけですよね。じゃあ信じただけで入れるのかっていうと、まあ、そうではないですよね。じゃあどうやって入れるのかっていうところなんですけど、これね、皆さん聞いたことあると思うんですよ。イエス・キリストの有名な言葉、隣人を自分のように愛しなさいということは、これね、皆さん聞いたことあると思うんですよ。まあ、隣人を愛しなさいとかね、よくいろんなところで聞くと思うんですけど、これはね、実はマタイによる福音書っていうね、また今度別の福音書があるんですけど、これの22章に出てくるんですね。で、ここで言うね、隣人っていうのは、隣に住んでる人のことじゃないらしいんですね。で、同じ国に住んでる人っていう意味でもないし、同じ宗教を信じてる人っていうことでもないらしいんですよ。で、じゃあ誰を指すのかっていうとですね、これね、当時やっぱユダヤ人っていうところが非常にまあポイントになってくるんですけど、ユダヤ人から憎まれる立場にあったローマ人とかね、あとは罪を犯した人とか、本当に全ての人を指すんですよね。で、もっと実はね、いろんな人の定義があって、例えば徴税する人とかね、要は税金を取り立てる立場の人ですよ。本来、こう、憎まれる人たちっていうのもこう対象に入ってるんですよね。で、よくよく読んでいくと、まあ、彼ら自身も全ての人を愛すことで救われることができるし、我々自身も彼らをこう愛すべきというような考え方なんですね。もういろいろ言ったんですけど、もうほんと一言言えば、もう全ての人分け隔てなく愛しなさいと。そうすれば神の国に行けますよと、そういうことですよね。はい、なんとなくイメージ湧きますかね。5分間でね、喋れるのってこの辺で限界かなと思ってるんで、まあ、ちょっとね、旧約聖書と新約聖書の違いとかね、なんかいろいろ話したいことあったんですけど、まあ、この辺にしといて、まあ、まとめます。はい、これまとめますと、これ3つポイントあったと思ってて、神の国ってじゃあどこにあるの？はい、信じる人の心の中にありますと。ポイント2つ目、神の国には誰が入れるの？信じる人なら誰でも入りますと。はい、じゃあどうやって入れるの？ポイント3つ目ですね。隣人を愛すこと。つまりは、すべての人を分け隔てなく愛すること。はい、このポイント3つさえ押さえていれば、要は神の国に行くことができるというふうに言うことができると思います。で、これがですね、キリスト教の教えのベースになるみたいなんですね。はい、まあ、とにかく信
じなさい、すべての人を愛しなさい。まあ、この二つですかね。まあ、本当はね、こう歴史とかね、戒律とかなんかね、聖地の話とかいろいろしようと思ったんですけど、ちょっとね、意外と時間がなくなってきてしまったので、まあ、今日はこのぐらいにしてね、また次回、いろんな細かい話していきたいと思います。はい、じゃあそんな感じで、またお会いしましょう。アビアント。